霊山町の中にはハイキングができる山があります。それがこの茶臼山なんです。これはどんな山なんだろうな。いい、その茶臼じゃないんです。お、うん、の、お、うん、あ、じゃあ早速登りましょう。よし、イエーイ。茶臼山は標高 225.2m の里山です。歴史のある山で茶臼山城または掛田城とも言われていたそうです。頂上まで登れば町の様子が一望できます。頂上までは30分もあれば登れるそうですが、今回は広場を目指すので楽勝だなと思ったんですが、登ってみるとちょっと疲れてしまいます。この疲れが広場へたどり着いた時の達成感につながるんですよね。でも桜が咲いていて私たちを励ましてくれました。 Wow, it's so beautiful. It's real beautiful. Everything's so beautiful. Over there, I guess. Yes, look at that. Keep going. Let's go. Yeah, let's go. やっぱり桜は見るだけで癒されますね。これが広場からの眺めです。そう、とっても楽しかったんですね。今まではそんなにハイキング の経験はないですけど、今日登山して好きになったんですね。そして霊山町の真ん中にあるんで、こんなような綺麗な山があるのは素晴らしいだと思いますね。羨ましいです。けど、この綺麗な山の姿をどんなに見ても、なんと茶臼と似てないなと思うしかできないんですね。不思議です。不思議で綺麗です。まあ、私はあまり山登るのが好きじゃないんですけど、この茶臼山はそんなに難しくないのでいっぱい楽しみましたんです。そしてあまり疲れなかったんでした。私たちが紹介した5つの町の桜、いかがでしたか？実は今回紹介した場所以外にも桜の名所いっぱいあります。それはまた来年紹介できるのかな？皆さんも伊達市でたくさん桜を見て楽しんでください。みんな、おいでよ！私たちの町、伊達市！